こんばんは、春風旅行社の佐藤でございます。今回はですね、フェロー諸島ってどこって言われそうなんですけれども、今回はですね、そういうことでフェロー諸島をご紹介いたします。まずですね、このフェロー諸島の場所なんですけれども、これですね、こちらノルウェーですね。そしてこの下の方にあるのがイギリス、イギリスの北部の方ですね。そして真ん中に浮かんでいるこれですね、これがアイスランドですね。そのちょうど中間にあるここで、ちょっとお分かりいただけますかね、ここです。ここにあるのがフェロー諸島なんですね。画面の一番左端にある、ちょっとこう少し大陸が入ってますけども、あれはグリーンランドです。そのグリーンランドとフェロー諸島、そしてデンマーク本土、この3つでデンマークという国が構成されております。その中の今回はフェロー諸島をご紹介いたします。でこれをちょっともうちょっとズームアップしてみますですね、フェロー諸島ってこんな感じなんですよ。大体18の島からなる、独立国ではないんですけれども、デンマークの自治体、そしてそこにはですね、独自の会議とかあって、議会がありましてですね、独立したいっていう機運もあるわけなんですね。ですので、例えばフェロー諸島の場合はですね、これをその中心的な町のことを首都というふうに呼んだりします。その首都というのはですね、このトースハウンという町がここにあるんですね。でメインの島はこれです。これが一番メインの島で、そして隣にあるこのちょっとちっちゃな島、これがですね、空港がある島なんですね。でこの2つの島は海中トンネルで結ばれておりますので、いつでも車で自由に行き来ができるので、要するに2つで1つみたいな感じですね。それではですね、このフェロー諸島のご案内するところですね、今回ですね、いろいろご案内するところがあるんですけれども、首都 の, 先ほど申し上げました、トースハウンですね、それはちょっと置いといて、で今回ですね、海に浮くように見える湖ですね、そして会食地、これ何のことか分かりますか。それからサッカー場ですね、それをご紹介したいと思います。ではまず最初に海に浮く湖ですね、ちょっとこう奇怪な図となるんですけれども、こちら海ですね。そしてこの上に湖があるんですけども、こうパッと見ですね、パッと見なんかこう海の上にこう湖がこう浮いているように見える。この湖ですね、ソルバグスバテンコというふうに言うんですけれども、ちょっと舌を噛みそうな名前ですね、ソルバグスバテンコですね。これ結局ですね、見方がちょっとあれなんですよ。普通の湖なんですけれども、こういうふうにこう上がってますよね。ここもですね、ずっと上がってきてるんです。でずっと上がってきているところを一直線に見ているので、なんとなく海の上にこう湖があるように見えてし、目の錯覚ですね。錯覚かよって言われそうですけれども、目の錯覚みたいな感じでそういうふうに見えてしまう。でも現地に行って、ここまで行って、これつまりこの辺まで上がってるんですよ、ね。そういうところから見るとやっぱりそういうふうに見えるので、ちょっとこう雰囲気がいいと言いますか、ちょっとこう幻想的な感じになって、さすがフェロー諸島、恐るべしみたいな感じになると思います。で続きましてですね、海食虫、海が食べる柱と書くんです。要するに海水によって浸食されてしまった、岩であったり、柱のようになった岩ですね、島ではないんですけれども、でそれをですね、このフェロー諸島ではですね、トレンカルニルっていうふうに言うんですけれども、こちら側が島なんですね。でそしてこのトレンカルニルの向こう側にここにちょっと島があるのをご覧いただけますでしょうか。その2つの島にある場所なんですね。で海食虫というのは、世界中にあります。世界になりますが、海食虫はいずれなくなってしまう運命なんですね。ですからこれが何千年でこの形になったのかは分かりませんけれども、この後ですね、何千年か何万年経っていくと、海の、例えば海水によったり波によったりしていつかはなくなってしまうというものなんですね。これが、トレンカルニル、フェロー諸島の中でも結構その目を引く、インスタ映えしそうな、そんな感じの岩ですね。ですね、この2つはですね、両方ともこの空港がある島にあるわけです。でちょっとご覧いただけますでしょうかね、この青いのがちょっと細長いのが出ていると思うんですけども、これがですね、この先ほどの湖ですね、ソルバグスバテンコになるわけですね。でそのソルバグスバテンコのこの北一番上側のところに、ここに空港があります。でそしてですね、先ほどの海食虫トレンカルニルなんですけれども、トレンカルニルはですね、ここなんですね。こことそれからちょっとちっちゃな島があるので、そこのすぐ間といいますかね、そういうところにこうあるわけです。でですね、この辺はですね、結局先ほど申しましたけれども、この首都のあるトースハウンのあるこの島と結ばれておりますので、一旦空港着きましたら
まずこの辺りで、まあ、ホテルを取っていただいて、まあ、この辺をハイキングしたりですね、もしくはこの辺こう車で行ってですね、現地のツアーがありますので、まあ、そこにハイキングに行ったりトレッキングしたりっていうのが一番いいですね。これですね、近くであれを見るとですね、ものすごい大きいんですよ。もう本当にですね、例えばですけども、例えばここにこう人間が仮に立つとしますよね。そうするとですね、このトレンの都の半分ぐらい、そのぐらいの大きさになるんですね。そのぐらいですね、この会食地というのは非常に大きいので、まあ、夜見るとちょっと怖いような、そんな感じもしますね。でですね、これがサッカー場です。でこのサッカー場はですね、その前にですね、フェロー諸島もサッカーのクラブチームというのが2つございます。でちゃんとデンマークのサッカーリーグに所属しておりまして、まあ、強くなれば当然チャンピオンズリーグとかにも出られるわけなんですけれども、まあ、そういう2つのクラブチームの本拠地はまた別にあります。南の方にあるんですけども、ここはですね、アイダという町でキャンピング場があるところなんですね。まあ、そこに併設されているサッカー場で、例えばそのキャンプをしたりですね、トレッキングをしたり、まあこういう海がありますから釣りをしたりとかいうふうなことの中にサッカー場もありますので、まあ、そうやって皆さんで楽しんでいただけるという、まあ、そういう施設なんですけれども、海ここですから、荒れた時はですね、海水がピッチに入ってくるんですね。サッカーしてる時に海水が入ってきたらたまったもんじゃないですけれども、まあ、でもですね、これ人工芝なので多分問題ないと思います。でですね、こういう、まあ、ここ崖ですので、ここからぐーっと上に上がってるわけですね。まあ、そういった絶景を見ながら、まあ、プレーができる、もしくはそういう絶景をこうと合わせて一緒にご覧いただけるサッカー場ということでですね、この本当はサッカー場いくつかあるんですけども、ここがなぜか一番有名、フェロー諸島では一番有名なんですね。まあ、そういうサッカー場です。でですね、じゃあこのフェロー諸島まで一体どうやって行くのかということなんですけども、これですね、意外と簡単で近いんですね。というのはですね、日本からでしたら羽田からですね、今スカンジナビア航空のなんかコペンハーゲンまで、毎日じゃないですね、週6便飛んでいるんですね。このコペンハーゲンノンストップです。でここで飛行機を乗り換えて、そしてそのまま直接フェロー諸島まで入るんですね。ですのでその日のうちに到着します。例えばスペインのバルセロナでもですね、パリのニースとかでもですね、あとノルウェーのオスロですね、まあ、こういったところも必ず1回乗り継いで行きますよね。直行便ないので、それと同じ感覚ですね。コペンハーゲンで乗り継いでフェロー諸島まで行きます。その日のうちに入れます。であとですね、例えばそのノルウェーにはベルゲンっていうですね、まあ、いわゆるフィヨルドの観光の基地みたいなところがあるわけですね。ノルウェーで2番目で魚料理が美味しいところなんですけれども、そこから飛行機が飛んでます。もしくはですね、この、イギリスの北ですね、この辺ハイランドっていうんですね、ネスコンのネッシーさんなんかいたりすることなところなんですけども、このエジンバラという、まあ、スコットランドの首都になりますけれども、そこからも飛行機飛んでます。でもちろんですね、このアイスランドからも飛行機が飛んでいるんですね。ですから例えばその北欧を回ってですね、でベルゲンからフェロー諸島に飛ぶ。でフェロー諸島でですね、サッカー場を見てですね、あと会食中を見てですね、トレンカルニルですね、それからアイスランドに行くっていう、そういうこともできるわけですね。でですね、ここはですね、残念なんですけれども、この位置なんですけれども、夏のいわゆる白夜もないんですね。ギリギリやっぱり日が沈んじゃうんで、だから明るいですよ。ぼーっとした明るさなんですけれども、真っ暗にはならないんですけども、夏はですね、でもいわゆる白夜にはならないんです。で冬は冬でですね、オーロラが見られないんですよ。アイスランドでも見れます。ノルウェーのこの辺だったら見られるんですよね。ここはちょっとオーロラベルトから下に外れてしまっているので、まあ、見られないんですね。ですので、行かれるんでしたらやっぱり夏がいいですね。5、6、7、8ぐらいまでですね。で冬は冬でまた面白いんですけれども、やっぱり日照時間が短いので、ああいう自然を体験したりトレッキングを体験するのはやっぱり夏に行かれた方がいいかなっていうふうにも思います。でですね、この辺りはですね、このイギリスのこちら側ですね、西側からずっとノルウェー西岸にかけて流れている海流というのがメキシコ湾流というのが流れています。でこれは暖流なので、例えばノルウェーなんかはですね、どんなに北の方に上がっていっても絶対凍らないんですね。全ての港が不凍港なんですね。ですのでだいたいマイナス10度から15度ぐらいまでしか下がらないんです、冬の寒い時でも。ですから冬に行かれてもですね、それほど寒いということはないんですけれども、ただいかんせんオーロラは見られないですし、その何て言うんですか、日照時間が短いので観光の時間がまあ短くなると
やっぱりタラは美味しいんですけど、あの漁業が非常に盛んなので、やっぱこの辺タラなんですよね。ノルウェーもですね、タラの漁場でも本当に有名なんですけれども、他でもタラが美味しいんですけれども、まあ、日本でもタラチンなんかしたりしますよ。私も大好きなんですけれども、まあ、やはりそういう意味では観光としては、まあ、5月、6月、7月、8月ぐらいまでですね、ハイキングやトレッキング、そしてまあサッカーをされたりですね、ああいうその異形ですね、異様な形のこう岩とかですね、そういった自然のまあ脅威といいますか、自然の芸術といいますか、造形をまあご覧いただいたり体感していただくのが大きさが全然違いますからね、感じていただければ私どもも嬉しいかなと思います。今回はですね、デンマークの自治領でありますフェロー諸島をご紹介いたしました。もうどこにあるのかななんて言わないでくださいね。これ見ていただければ分かるんですけれども、ここにまあ村がありますよね。その村に対してその道路がですね、つづら折りになっているのが分かりますよね。つまりそれぐらい傾斜が厳しいということなんですね。ですからまっすぐ降りられないのでつづら折りになる、まあ、あの日光のいろは坂みたいなもんですね。そんな感じになっているような、かなり自然の厳しい、環境の厳しい、でも美しいところなので、ぜひフェロー諸島にも見ていていただければなというふうに思います。まあ、今年でしたらまあ夏から秋、もう9月になるとちょっともう暗くて寒いので8月ぐらいまでだと思いますね。それではチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。